確かに。おやつ、今おやつの時間。久しぶりの顔やる。確かに最近なんかずっとくくってるかも。もう目が痛い。あのね、最近皆さん NMB48 のマージャンアプリみたいやってますか？私はこそこそとやっております。ん？転職活動中。お、頑張ってください。すごいね、仕事を変えるのってすごい勇気がいることだと思うんですけど。ポニーだるまありがとう。ポポポポポポ、どっちだの。珍しい時間だ。そうですね、確かに。ん、みゆちゃん、マージャン、ババ抜きの方ですね。ババ抜きの方やってる。マージャン本当に難しい、全然覚えられない。けいこちゃん11ありがとう。ペコちゃんガラスの靴ありがとう。タケポンもガラスの靴ありがとう。すごい、今なんかシンデレラのイベントなのかな。今回あれですね、今回もナングラが始まっているということで、今回のお題もあんまよく分かってないんですけど。あ、お題ありがとうございます。今日はいい肉の日、新しいお肉の部位をあなたが発見。その名前、あ、なるほど、そういうやつね。ありがとうございますらしいです。なんかしかもあれですよね、1位がジョジョ園の剣みたいなやつですよね。食べたい。久しぶりのショールームなのかな。久しぶりかも。さっき仕事行ってきて、頑張ってください。うん、プー肉。ちょうど今日は11月に、あ、そっか、今日11月29日なんや。貝の実美味しいですよね。わかる。面白い女とかあんねんけど、天奈が1位もらったって自信も。そうなん、そんなおもろいん。ジョジョ園行ったことないんですよ、本当に。多分覚えてないだけで行ったんかもしれんけど。今から歯磨き？何の歯磨き？夕方の歯磨きってこと？歯磨きなんてね、いつしてもいいですから、何回してもいいですからね。初見ありがとうございます。あ、ジョジョ園の焼肉弁当はたまにあれですね、 NMB のケータリングで食べます。そういえばお昼寝から目を覚ました目焼き。おはよう。よく寝れましたか。存在無価値さん、すごい馬車ありがとう。両親の夫婦喧嘩の声が大きい。ん？羅生門。へえ。握手会完売。そうですね、握手会はもう4時5時ぐらいに全部完売してた気がする。分からへん。あんま記憶にない。ケムリジュイさん、誰もありがとうございます。なんか昨日のあれです、何だっけ、昨日の日刊スポーツさんの連載がアップされたので、皆さんよろしければお目に通す、お目に通してください。日本語合ってる。見といてください。レポート頑張ってください。レポートとか懐かしいな。
でもほんま大学生の時とかってほんまレポート地獄、毎週毎週何千字もさレポート提出してさ、あの時の文章力ってほんますごいな。ほんまにさ、みゆレポートとか10分20分前にやばい今日までにレポート2千字提出せなみたいななって、もう提出できてたもんな、なんだかんだあ、ラジオ面白かった、ありがとうございます。そう、あの今週月木ラジオだったんで、そうですね、コピペに頼ったりほんまにあの文章日本語のなんていう日本語をすごく駆使してなるほどな、自分のトーこの今のトーク力はレポートからできてるのかもしれない、この 文章力かもしれん。まあレポートなんて提出すればもういいですか、知らんけどの学生はチャット GPT に頼りっぱなし、うわっ、ほんまやね、めっちゃ羨ましい。チャット GPT、GPT めっちゃ優秀ですもんね。確かにな、あれが今のめっちゃいいな。いやほんま今もうそんなレポート地獄なんかな、今の大学生に。みえちゃんチャット GPT 使わないですね普段。あの専務チャンネルで企画で使ったぐらいで、他になんか使うような機会が今ないですね。 AI ってすごいですよね本当に。あのほんまに将来 AI に支配されるんじゃないかって思いません？怖くないですか？私ペッパーくんができたぐらいからこれ大丈夫かなって思ってたんですけど思ってたけど、もういよ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 ですよ。 AI って映画あった？そうなん？ターミネーターって AI なんや。仕事とかもどんどん AI 化してる。確かにもうだって事務とかいらんみたいな感じですもんね。これニットじゃないです、トレーナースウェット、あれ、あともうだってさ、飲食店のホールなんかも人じゃないですもんね。まあでも人じゃない方がなんかクレームとかめんどくさいの、めんどくさいじゃないですか。だってさ機械が運んできたらクレームも何も言えなくない、機械相手にじゃない人が運んでくるから人がなんかクレームとか言ってきますけど、そう思いません？レジもすれば、あー確かに AI に支配されるね、怖い。機械が持ってくるの、まあどんだけせっかちやねんってね思いますけど。存在無価値さん、くまちゃんありがとうございます、嬉しい。すごいねこのシンデレラみたいな、そうそう、ロボットなら落ち込むことないですよね多分。まあ何をしてても文句言ってくる人っていますから。私のあの何回も言いますけど、相関図 YouTube のね相関図のコメントとかもね私のね相関図のコメント欄とか見てもらったら分かると思うんですけど、何に
ね、文句言ってくる人何人でもいますから、言ったらもうね、何気になってしょうがないでしょうね確かに AI に落ち込む機能、確かにつけんといてほしい。じゃあ AI に落ち込む機能とか、その人の感情で落ち込むっていう機能もいらないですからね、 AI に作らんといてあげてほしい。私エクボと八重歯ハンターなんでいや違います、なんか字とかでさ、私ってほんと字がね、字がちょっとね丸すぎて角がない字なんですけど、でそれでさ、なんか何だっけ、なんかこの年になってその字、なんか私同年代やけどその年になってそんな字書いてるの引くわみたいな書かれてたんですけど、私からしたらその年になってコメント欄にそんなコメントする方が引くわと思ってわざわざ同い年でと思いましたけど、私の字であなたに迷惑かけましたってほんま思いません？なんか私これファンクラブで話したんですけど、なんかあなたこの私のこの丸っこい字であなたの心を傷つけたならめっちゃ謝りますけど、迷惑もかけてなければ傷つけてもないのに、いちいちさもっともう丸ふにゃふにゃで書いたろかいやでそれで、そう、親には本当に申し訳ない、親、私はこの字で迷惑かけてるのは親だけ、親が習字通わせてくださったのに、小学1年生から6年生まで、あの段取るまで習字習わせてくれたのに、中学生でギャル文字覚えてしまって、もう綺麗な字書けなくなってしまったことで、すごく親には本当にもうごめんなさいなんですけど、関係ないですよねマジでっていうお話です、はい めっちゃ流行ってましたよギャル文字。だって平成ど真ん中じゃない、ミューラーの世代なんて今流行ってるけど、平成女児みたいなほんまに、なんでこんなに平成が流行ってるんだろう今。私は令和を生きています、逆にもう平成は満喫したのでもう平成はいいわ、今新しくね、今なんていう、追求していきたい、もっと新しいのこんにちは、皆さんこの時間何してるんですか。けいこちゃん、くまありがとう。里崎チャンネルじゃないですよこれ、令和ロマンさんの YouTube です。さっきまで里崎チャンネルは見てました、はい新時代へようこそ、帰り道気をつけて帰ってね。新幹線待ち？どこ行くの？卒論えらい。一人ハイキング？バイキングに見えた。外先と同棲しないで、してないです。どういうことですか？めっちゃ一人暮らしです。七期生は学くんが終わってから入りましたね。
はい、おといたちが始まったぐらいに入り、おといたちが始まってから入りました。まなぶくんが終わって、私まなぶくん出たかったんですよ。ランキング読めます。13位上田さん、12位ひろあきさん、11位目玉のおやじさん、10位吉田さんちのかずさん、9位まちゃる、8位ゆっきー、7位じんちゃん、6位ゆうさん、5位けいこちゃん、4位たけぽん、そして第3位まゆき、久しぶりありがとう。そして第2位ぺこちゃん。ぺこちゃん最近すごく会いに来てくれたり、2位もありがとう、大好き、この間も声ありがとう。そして第1位配信329、お、そうなんや。でお寺的な義乳特選隊です。え、知らないです。どういうことですか。義乳特選隊は知ってますけど、あ、そうだ、ゆうみさんウィークの結構出るので、皆さん全部休み、あの週全部休み取っといてください。はい、頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。